仙台原発の話も含めて、はい、現場報告。皆さんこんばんは。私は今朝ですね、薩摩川内市を出て、こちらへ、来ました。新橋へ着いたらざっとにも目がくるくる回るような感じでね、まあ、その後裁判に、まあ、入った法廷に入ったんですけども、まあ、久しぶりのいわば緊張感というか、あまりにもその今の司法の腐敗というか、これはもう蔓延していますけれども、一種の投げやりな、なんていうんですかね、あの権力への猛獣というか、そういうものがはびこってます。これは仙台なんかでも全く同じ、まあ、そういうようなことはいろんな意味で今が安倍政権に象徴される、こういう、まあ、重要な結節点に来ているのではないかというふうに感じます。まあ、そういう点で今日あのような腐敗した法廷の動きの中で、私は改めて感じたのは、皆さんのお話も伺いまして、やはりこれから我々はね、まあ、いわばまあ、良質ながんではなくて悪質ながんになって、この世界この社会を食い荒らしていく、そういうふうに一人一人が食い荒らしていく、がん細胞としての細胞としてのいわば覚悟決意、あるいは行動というようなものをね、やっぱりやっていこう。でこれはいわば原発現地でも、例えばそれぞれ仙台の家、あるいは伊方の家、若狭の家、こういう形で、まあ、がん細胞は進行してますし、からテントもね、これはかなり向こうにとっては悪質ながん細胞だと思いますけれども、仙台テントで、台風の破壊されましたけれども、仙台現地の人たちの協力も得て完全に生き返っております。この冬の寒さをもう一度体験しながら、その経験を生かして、やっていこう。でそのような考えを昨日鹿児島の311実行委員会の人たちと20人ぐらいで、バーベキューパーティーをやりまして、その後来たもんですからちょっとフラフラになりました。まあ、そういうことでこれからも頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。私たちテントの主なスタッフはちょっとこれから次の一手を考えるための用がありますので、ここで、中締めなんですけども、この後若い人たちがここでテントを守れ、本日の不当判決糾弾、経産省は責任取れというような声を上げますので、お時間よろしい方はこのまま残ってください。我々ちょっと場所を移しますので、今日の不当判決をできるだけ多くの人たちに知らしめて、天下の公論に訴えて世論でもって包囲したいと思います。多くの皆さんが今日のこの出来事を拡散してもらって、新聞が報道しない、テレビが報道しないということを私たちが直接世界の皆さんに向かって、全国の皆さんに向かって発信し訴えたいと思います。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。本日はご協力ありがとうございました。続いてここで声を上げますのでよろしくお願いいたします。じゃあまたも若い人たちにお伝えします。よろしくお願いします。そのまま残れる方はぜひ残ってください。声を上げてください。お願いいたします。